2011年当時のニュースを振り返りながら6号線走れたらと思うんですけども、2011年の12月には震災で止まってた常磐線の原の町駅と相馬駅の間で列車の運転が再開したということで、まあ、かなりインフラ復旧としては早い段階ですよね。2011年のうちに運転が再開できたということで、ただやっぱり他の区間ではその津波で線路が流されたりしてなかなか開通が難しかったという話が入ってますね。辺りは松川浦ですね。釣りに何度か来たことがあります。相馬の市場はですね、2011年の6月に競りが再開したというニュースが入ってます。早いですね、かなり早い段階なんですけれども、当時は県外で獲れた魚ばかりで競りを行っていたということなんですね。
まあ、震災と原発事故あってから福島県その試験的な操業をずっと続けていて、まあ、でも今はもうかなり市場にも出回っていますし、本当にまあ常磐ものとかって言われて美味しいお魚いっぱいありますよね。はい、
側に6号なんか最初の道の駅ですね、道の駅相馬。結構車止まってますね。